こんにちは。今回は揚げないゆうき米粉の レモンドーナツビーガンレシピバージョンになっています。材料は概要欄にも載っていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。まずはじめにトップにのせるクリームを作っていきます。低温圧搾の有機ココナッツオイル 54g をちっちゃなボウルに出しています。固まっている時は湯煎で溶かしてサラサラにした状態でここに入れておくといいかなと思います。で、有機無調整豆乳 24g を合わせてちっちゃいボウルの中に入れていきます。で、同じくそこへ有機砂糖 24g を入れていきます。で、有機レモン果汁を 20g 入れていきます。ちょっと酸味と甘みのある爽やかな感じのクリームになっているかなと思っています。すいません、シャカシャカと泡ちっちゃい泡立て器などでしっかりと乳化するように混ぜ合わせていただいて、しっかりこんな感じで全体が混ぜ合わさったかなっていうところでラップをしていただいて1時間ほど冷蔵庫で冷やします。これで完成です。クリームの方は完成になっています。次は生地のドーナツ生地を作っていきます。ドーナツ型に圧搾製法の菜種オイルを塗っています。これはもちろん米油とか太白ごま油とかでも大丈夫です。有機無調整豆乳125g をボウルに入れていただいて、そこに圧搾製法の菜種オイル入れるんですが、癖のない植物油での代用大丈夫です。有機レモン果汁 20g 入れます。油は圧搾一番搾りが個人的にはちょっとおすすめではあります。有機砂糖 45g を合わせて入れていきます。ちょっと甘めにふわっとする感じで、お砂糖はちょっと多めに使っています。自然塩一つまみを入れます。塩はなくても大丈夫です。お好みでやってみてください。で、全体的にこちらもしっかり混ざるように泡立て器で乳化させていきます。で、そこに有機米粉、製菓用の有機米粉と有機アーモンドプードルを振るわずにもうザザザッと入れてしまいます。で、有機ベーキングパウダーを 5.5g 入れるんですけど、ベーキングパウダーはダマになってしまうと困ってしまうのでふるいながら入れます。ベーキングパウダーはアルミニウムフリーのものがおすすめかなと思います。で、泡立て器でぐるぐると混ぜていただいたら、口金をセッティングしていない絞り袋に生地を流して入れていきます。もちろんこのまま型に流しても大丈夫なんですけど、絞り袋を使った方が生地がこうなんか漏れずに全部こうくまなく私はいけるなっていう風にいつも思っていて、こんな感じでいつも絞り袋に入れてザザザザッとくるくるっと生地を流しています。お好みのやりやすい形でやってみてください。トントンとちょっと空気を抜いていただいたら、190度で予熱していたオーブンで180度15分加熱していきます。あっという間にできてしまいます。ちょっと白っぽいなんかレモンの感じのふわっとしたアーモンドも入っているので、ふわっとした感じのドーナツに仕上がってきているかなと思っています。で、ちょっと触れるぐらいになったら、ドーナツの型からナイフなんかでこうちょっと外側をサササッとサポートしてあげるとくるっと取れると思うので、こんな感じで型から、完全に冷める前に型から外してもらった方がこう生地がベシャベシャっと蒸れなくていいかなと思います。ちょっとあったかいとこやけどしないように気をつけながら外してみてください。で、ラップをして乾燥を防いでふわふわ感もアップしていきます。で、しっかりと粗熱も取れて、冷たくというかいい感じに冷めたら、だいたい冷蔵庫で1時間、そこから、ドーナツも早く終わってしまうので、ちょっとこのクリームの時間に合わせてクリーム早めにやってもいいのかなと思います。で、混ぜすぎてしまうとクリームがボソボソになってしまうので、軽く混ぜてもらって絞り袋に入れていただいて、完全に冷めたドーナツの上に絞っていきます。ただクリームがちょっと絞りにくかったりするのかなと思うので、ボソッとなってしまったら手でサポートしてあげながら、ただすいません、条件が多くて申し訳ないんですが、ちょっと触っているとクリームココナッツオイルで溶けてしまうので、もうちょっと素早くチャチャチャっとやる感じでいっていただけたらなと思います。ちょっとリクエストが多くて申し訳ないんですが、爽やかで個人的にはとってもお気に入りのドーナツにで、揚げてないので簡単でヘルシーかななんて思っています。よかったら作ってみてください。すみません、今回もご覧くださいましてありがとうございます。おいしいおやつタイムになりますように。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。